昨夜は誰も死にませんでした。6番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。村人陣営使用なしです。うん、そうですね。ま1、あ、番最初なので考察はできません。軽く雑なぐりしていこうと思います。7番さん八重桜うん。頭のあれもピンク色え嘘聞こえてないですか？聞こえてないですか？<laughs> あ、聞こえてますかよかった。ありがとうございます。えー、さつなぐり。我は選ばれし、のので闇の結構があり。これは本当だと思います。白。うん、に、な,なんて言うのかわかんない。8番さん、黒。うん、9番さん、牛乳は白いから白。虹色。虹色は黒そう。うん、黒。モニカ京不詳さん。うん、黒くはなさそうだけど、別陣営だと思う。狂人。うん、3、4号アート全部白。<laughs> 以上です。7番。のプレイヤーは発言してください。いいね はい、おはようございます。自分のラブとぜンでした。そうですね。自分の2番目なんです。なんかあんま言うことないんですけど、えっと。まあ6番さんはちょっと余裕があるように見えたので、まあ若干色落ちてないです。えっとで本当に喋ることなくて雑な。も下手なんでちょっと勝手な雑談していいです使っていうかするんですけど、さっきなんかあの始まる前にくしゃみ4回したんですよ。そしたらなんか鼻血出たんですよ。だってなんでだと思いますか？<laughs> 楽しそう、人生。まあじゃあ、焦りましたね。焦らないでしかそれて切って。ちょっと変な雑談もしません、本当に。<laughs> だから、ちょっとなんか鼻詰まってるように声聞こえてたら、そのせいだなって思っていてください。で <laughs> はい、いじゃあ八番さんに回します。8番のプレイヤーは 発言してください。はい、おはようございます。一瞬目お願いします。私、村人陣営です。ええー、六七のグレントを触れていくと、六番さんがええー、雑殴りでみんなに触れてった。うん、まあ、触れすぎかなっていうふうに思います。七番さん、鼻血大丈夫ですか。うん、ちょっと心配ですねということで、別に僕が納得だと色落ちはしてません。野球場さんに回します。九番のプレイヤーは発言してください。 はい、えおはようございます。私、占い師です。占い師、使用します。1番さん、占って、白、村人陣営でした。うん、そうですね。えっ、ー、と、グレーに触れると、ま、8番さんが、その、ま、6番さん、7番さん。 にちょっと触れてたんですが6番さんにはちょっときつい感じ、うん、で当たってて7番さんにはなんか大丈夫ですかっていう感じだったのであるとしたら78ラインがちょっと見えたのかなってぐらいで、まあ、6番さんも雑なぐりだし7番さんもまあ鼻血仕様なので色落ちてないです、まあ、8番さんもそうですねサクッと回されたのでうんまあ 78あるとしたらまあ678で見たら78があるのかなくらいです。以上です。1>, 1番のプレイヤーは発言してください。うん、聞こえない。チャンネル登録ありまあこ聞こえません。 聞けませんか聞けませんか聞けますああ、ちょっと礼します、ね、優しいね、みんな。聞けますあよかったです <laughs>、えー。グレーの考察からいきますと、9番ーーさんが私に、えー、占い師ということで、白だし、ありがとうございます。えー、今日はクレグレーの方から、えー、考察を伸ばしていきたいと思いますね、えー。8番さんは申し訳ないんですけど、印象には残らなかったですね。それよりも私は7番さんにちょっと気になったことがありまして、7番さんは6番さんが余裕あるからという発言の後に色落ちしてない。 っていう発言が気になりましたね余裕があるのなら白というふうに色付けできると思ったんですけどこの発言からちょっと7番さん少し気になりましたはいで6番さん確かに余裕ありそうでいろいろなところに雑殴り8と1に黒でも7番さんは白って言ったのか81黒ということで、うん、6番さん黒軸で考えるとそこにお ここ8 1 2もですか2は強人と言ってたのでそこはないのかなっていうふうに思いますねはいこんなところで私が一番怪しくグレーの中かだと私は7番さんですかねはい2番さんに回しますよろしくお願いします 2>, 2番のプレイヤーは我は選ばれし闇の占い師なり左隣の3番村人ゲイルのスカートを除いてパンツを見ました白いパンツでした なので、村人ゲイルちゃんは、白ですはい、ということで、うん、グレーの話をしていこうかな。うーんと、7番さんはね、6番さんにちょっと触れただけでしたね。そこが、もうちょっとまあ難しいかもしれなかったですけど、もうちょっと触れてほしかったっていうところ、うん、1番さんも言ってくださったんですけどね。まあその点に関して8番さんから7番さんへの突っ込みがなかった点。 かから78狼ああるかなとまあ、どっちが黒いかって言ったら8番さんの方が黒いかなっていう印象。1番さん、7番さんへの指摘が良かったのでかっこいいはないかなっていう印象です。グフグフ、次は誰のパンツ見ちゃおうかな。三3番のプレイヤーは発言してください。我が本物の占い師、光の占い師、村人ゲイルだ。 占っったたのは4番白であそうだな、2番が私のパンツを見たということで白、白ということですね。<laughs> まあ真面目にやっていきましょうか占い師なんで。<laughs> うーんとねまあ、僕目線2人対抗出てるんで、えー、とンカロー出てる可能性、新進化カローじゃねえや、強化カローか、強化カロー出てる可能性ありますね、アンタスラスがない,ない限りで。2番さんに関しては、えー、と2番さんクラシックで考えた場合、1番さんはないですね番さん。2番さんが人狼だったら1番さんに囲われてるんで出る必要はない。9番さん人狼だった場合は正直ラインが見えなかった。でも若干1番さんは考察伸びてることから、1番さんは結構白なのかな。正直678に関しては色見えなかったね。78ラインとか長2番さん言ってました。 けど、そこまで見えなかった。7番さんに関してはお話を出ている CEO でしょ結構リラックスしているような印象だった。6番さんに関しては雑なぐりは正直2週目しっかり考察伸ばしていただければなと思ってます。4番さんは私の形色なのでしっかり胸に取ってください。5番さんと8番さん,、うん。8番さんに関してはね、67に触れようとしてたんだけど若干犬落ちてなかったよね。正直俺も8番さんの立場だったら67に関してはし真偽はつけれなかった。結構好印象だったからね。 落ち着いてるっていう部分には。だから8番も無理やり色つけなかった部分では白なのかなと思ってる。そうだね、相方位置が正直見えないんですよね。2級に関しては、えー、とどっちが黒軸でどっちが強靭か分かんないんで、ちょっと2周目聞きながら、もう相方位置ちょっと上げれたらなと思ってます。僕が本当の占い師だ。2番さんは闇の占い師とか言ってるけど、俺は光の占い師だ。以上、俺についてくれればこの村は勝てる。<laughs> りり4番のプレイヤーは発言してください。 はい、四、えー、番です、お願いします。えー、村人陣営です。特に使用ありません。ですね。まあ、占い師さんが三人出られたっていうことで、まあ、ハンター・スラとかだったら、まあうん、ハンター・スラがないんだったら、占いローラーでいいのかなと思いますね。僕、村人スラだったら、村人スラした人から釣っていきたいと思ってます。うんそうだな、まあ、占い師に触れると。 まあ、若干気になったのは9番さんが1番さん占って1番さん村陣営って言ってたんですよね、まあ、番9番さん目線1番さん強靭で追ってないのかなっていうのがまあ若干引っかかったところなんですけどもうん、まあ、3番さん出るとしたら、まあ、最後に出るってあの人狼化進化って皆さんよく言われるんですけども2番さんがもし真だったら3番さん強靭っていうことになる、ね、このゲーム村人陣営ですらねその時に強靭、ねまあ、さんが出るリメリットっていうのがあるのかな まあちょっと2周目ごめんなさい5番のプレイヤーは発言してくださいはいおはようございますえそうですね今日はえ3人占い師が出たということで占いロラですがうん3番さんの発言で引っかかったことがあって、えー、3人出ている時点で強化狼が出ているという発言 うん、この発言って、新占い師の発言じゃないと思うんですよ。今日かオオカミ、いやいやいや、自分が新だったら、もう今日オオカミが出てるという、もう断言するべきなのにもかかわらず、言わなかったところ、僕、3番さんの真切ってて、急にを対抗で比べたときに、うん、新芽があったのは2番さんの方かなっていう、今のところの印象です。なので、今日は僕は3番さんからいきたいです。で、2番さんが新宿の場合、9番さんがオオカミ、3番さんが狂人なんですが、 うん、3番さんの発言が結構気になってしまったんで、僕は3番さんからいきたいかなというところ。で、3番さんオオカミだったら出るメリットがないっていうんですよね。あのー、2番さんに囲われてるから出るメリットがないので、3番さん強人急にどちらかが真っていう僕の中の印象ですかね。まあ、うん、今日は占いロアですね。で、うん、グレーの考察させていただきますと、えー、1番さんが、えー、 7番さんに対して、えー、6番さん印象いいから白目っていやこの,この位置で白目という発言した方が僕はおかしいと思ってて色つけれてない方が僕はあしっかり。 できているなっていう印象なので、僕は7番さんはそこまで怪しくなかったです。で、6番さんの雑な振りの方が僕は印象が良くなかったです。あんまり雑な振りって僕はライン、えー、とラインとか見えてこないので、えー、ヘイトを分散させたい狼なのかなと思ってて、えー、で8番さんも発言を途中でやめたところ、えー、僕は7番さんが678の中だったら印象が良くて、えー、68はそこまで印象は良くないというところです。えー、今日は占いロラで僕は3番さんの芯切りたいです。以上。6番。 のプレイヤーは発言してください。聞こえない方多いな。ない。<laughs> みんななんかすごいいい村ですね。全員。聞こえるでしょうか。聞こえました。あ、OK です。えっと。<laughs> 発言していきますでハンタースがあるんだったらまずポトゾしてほしいのとで、占いローラだから占いに触れていくけど、まあ、内訳を考えていくと、4番さんの言った通り、3番さんは真かローだと私は思ってるんだよで。そうなると2番さん視点が3番さんが強人っていうふうになるでしょう。強、うん、人3人目に出てこないと思うんだよね、申し訳ないけど。うん、だから私は2番さんから釣りたいって。で 4番さんも言うかと思ったんだけど、4番さんは言わなかったね。同、うん、じ考察をしておきながら、なんで占いローラーでどこつるっていう風に言わなかったんだろう、4番さんはって思った、うん。で、5番さんの言ってることも分かるには分かる。進、うん、か今日が出てます。真じゃない。おローか今日が出てますねじゃなくて、ローも今日も出てるだからね。うん、3番さん視点ハンターすらとかも考えてたから、そういう風に言ったのかもしれないけれども。うん 今日も狼も出てるっていうふうに言うのが正しいと思うから、うん、それもわかるかな。だから、現時点では9番さんが一番新芽に見えてるかな、占い師は。うん。で、グレーの考察していくと、私は五番さんの、7番さんの印象が良かったっていうのがよくわかんなかった。うん、話が出たっていう話しかしてなかったし、私に対して色をつけようという気もなかったし、別に印象は良くなかったかな。うん、それで黒目とも言えないけれども。 7番さんを印象いいっていうふうに思った理由が知りたかったかな。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。はい。あ聞こえてますかね。聞こえてますかあ聞こえてますか分かった。えっと、えっと、そうですね。 あ3番さん今日釣りでいいと思います。えっ、ー、と、理由は言い間違いがあって、えっ、ー、と、なんだっけな、そう、進化狼って最初に言って、あってなんか言い直したんですよ。ちゃんとメモ取ってたんで、それは正確だと思うんですけど。 だな、自身の発言ではないと思いまして、えっと、私的には、次に、つるのが二番さんでいいと思います。えっと、九番さんは、えっと、七八ラインって、無理やり色をつけようとしていたことから、まあ、人狼じゃないのかなと思いましたね。で、まあ、他の人の意見で、八番さんがどうのみたいなこと言ってたんですけど。一番さんはさすがに6、六、七の私たちに色をつけるのは難しかったんじゃないかなと思います。八番。 スライドじゃなけれ占い師ローラーなんですが、えー、俺これ3番は釣らなくていいんじゃないと思います。だって2がもしシーンだった場合、3は強人でしょで、さあ別に人狼じゃないわけじゃん。で、2が強人だったら3は人狼の可能性もあるけども。っていったところで、俺2級からどっちかでいいんじゃないかなと思ってます。 で、まあ、どっちを釣るかっていうのは、この2週目の発言ですね、聞いて考えたいと思っております。で、グレーの方なんですけども、俺、5番さんに言われた、なんか途中で、なんか話を打ち切ったって話なんですが、俺、打ち切ったつもりは全くないです。うん。かな一1は片白。14が片白でしょ、それで。まあ、14は振れなくていいとして、67、567から見たら、俺は一番怪しいなって思うのは5番さんです。まあ、占いローラーであれば、僕は2っのかがやりたいと思います。9番さんに回します。 9番のプレイヤーは発言してくださいあ、あ、あ、聞こえますかね大丈夫かなはい、えー、そうですね2番さん、3番さん,うん私目線は3番さん狼でシーンを取りに来たんじゃないかなと思ってはいますが、2>, えーまあ、2番さんが狼で3番さんがでも狂心で3番さん出てこないと私思うんです なので、2番さんが強、えー、人で、えー3番さんえー、3番目に出て、えー、シーンを取りに来た狼に見えますね。なので、私は3番さんから、えー、今日は、えー、投票していきたいとは思います。 4番さんに返答します、えっと。村陣営とは私言ってません。村人陣営だと言いました。んそうですね、グレーなんですけど、んまあ、2番さん、3番さん、どっちか分かんないです。グレーがええなにます1番のプレイヤーは発言してください。 聞こえますか聞こえますか聞,聞こえますかあ聞こえるんですありがとうございます。えー、私がその気になったのは6番さんの発言でその最初にハンターすらするならしてくださいという発言が気になりました。それでなぜ最初にそこから来るのだろうということでこう盤面見えてる狼なのかなと思いましたね。それでラインがあるとすると私は9番。 9番新目って言ってたので、まあ私は6級狼あるのかなというふうに思いますね。それで2番、うん、が、私は考えたのは6九黒と。で、2番差。で、2番差が狼なら7八はないですよね。相方位置としては、でも4、しかし白ですよね。45?456 と。うん。 うーん。いや、でも3番さん今日残していいと思うんですけどね。うん、発言伸びてたし。次の占い先も知りたいです。3番さんに対しては。私は2戦目の高い、うん、2番さん釣りたいですけど。2番か9。でも9が、うん、でもグレーの考察4番さんですよね。でも片白ですよね。うん、でも2か9。2番さんの発言も聞いて2か9に入れたいと思います。はい、以上です。 2>, 2番のプレイヤーは。我は選ばれし闇の占い師なりうーん。1番さんね、今、あ、スライドとかないです。そう。まあ、私のスライドはないからこその、まあ、話なんですけど、1番さんね、6番さんのことね、あの、ハンタースライド発言があってから6球ラインあるんじゃないか、みたいな話してましたよね。あの、ハンターすら、今、これ、まあ、サマさん絶対スライドないでしょう。ということで、あのー、 ハンターすらって言葉出てくるわけないんですよ、狼から。だって、狼の相方出てるの分かってるから。っていう点からして、6番さんは狼はない。うん。で、5番さんもしっかり意見に言っていた。7、8もね、狼なさそうなんですよね、割と。で、1番さんは、そのね、視点漏れが、うんと、あの、狼じゃないと思った。うん。狼だったらやっぱ、ハンターすら発言がどうの、こうのっていう話は出ないからね。って点からね、やっぱ4番さん、 うん、4球しか見えない。ですね。私からは4。4番さんね、すごく印象悪かった。うん。ムラスラワツル。ムラスラワツルって言ってたのか。まあ、9番さん目線、1強人追ってないのかって言って、なんか LINE 切、なんか、すごい無理やり9番さんにヘイトを向けたんですね。これ LINE 切りな気がすれるんですよね。 えー、4番さんの視点から言うと、えっ、ー、と、4番さんが仮に狼だとしたら、3番さん偽なの分かってる、9番さん相方の分かってるから、ライン切りに行くと思うんですよね。492狼な気がする。で、私目線、えー、3番さん、あの、狂人ですから、えー、9番さんを釣りたい、えー。狼である人を釣りたい。なんでかっていうと、夜時間会話させたくないからですね。うん。2人が1人になるっていうのはね、かなり、えー、戦力ダウンになるんでね。 あの話し合いもできなくなるという点から9番さんから次りたいです以上です3番のプレイヤーは発言してください選ばれし光の具ないし村人ゲイルだまあそうですね、うん、皆さんから何か言われたんですか けど、えっ、ー、と、狼か狂人って言った発言ですね。あの場面では、正直、俺、九番さん反対するなのかなと思ってたんで、そういう発言しました。まあ、言葉の取ってつけたような言い方したのが五七ですよね。まあ、で、考えてほしいです。えっ、ー、と、二番さん五七発言で、二番さんを新宿で考えるってことですよね。ってことは、なんで、二番さん目線、三番が白なのに、狂人で釣ろうと思ってるんですか。うん、だって、五七に死で見るなら、三番狂人で九狼でしょ。 なな番さんん釣り押さないんですかすごい57が臭くなったんですよね。確かに俺の言葉は、ね、結構なんか怪しまれるような発言をしたんですけど、そこに関して2につないだのが5と7なんですよね、ラインを。なので俺は2番クロジックで,で1番さんの、うん、1番の視点も別に黒くなかったんで、9はなんかアタフたしている狂人に見えました。うん、なので2番クロジックで57っ,って言ってます。 で若干気になったのは、7番さん、えー、と進化ローっていう発言ですね。あれは俺がちょっと間違ったんですけど、普通に間違ったんですよ。あの3番、私目線、私が進化ローですよねって皆さんに言おうとしたんですけど、そこを間違って2番、9番を進化ローって言っちゃったんですよね。そこの発言をちょっと取っていただいて、黒くするあたり、ちょっと7番さん、2番さん、囲いたいのかな、2番さんとラインつなげたいのかなって感じました。 ただ5番さん7番さんが2番さんを死んでみるなら9番さん釣りなのになぜ5番さん7番さんを私から釣ろうと思っているのかがわからないで6八に関しては8番さん結構6番さんから釣りじゃないって言ったあたりライン切ってるように見えなかったし2番さんとねうんそこは結構白く見えました今日は2番さんが9番さんで言ったら黒目の高い2番さんがラインつないでるって意味でね5七とラインつないでるって意味で2番さんだと思ってます2番さんの相方は5か7でほぼ決め打ってます以上です四番のプレイヤーは 発言してください、はいはそうですね、まあ、ここまで来てはスライドがないっていうことはもう、ローラーでいいいと思います、えーうん、そうだな、まあ、僕、2番さんがまあ4級ラインって言われてたんですけど、僕、9番さんの発言に気になったっていうところで、まあ、それをライン切りに見られたのかな。 でまあ、僕目線ですね、どこを芯に置いたら一番しっくりくるかなって思ったんですけど、9番さんが一番芯に置いたらしっくりくるかなと思いましたね。9番さんが芯で、1番さんに白だし、で2番さんは人狼で、3番さんは僕、多分強人かなと思ってますね。ってなった時に、まあ、僕目線はまあ2番さんなんですけども、まあ、これ言ったら3番さんが4番囲ってるって見られるかもしれないですけどね。 まあ僕9番さん死んでおいた時が一番しっくりくるかなと思いました、まあ、1番さんがちょっと気になったのが1番さんが3番さんに占いの先を言ってくださいっていうところがまあ若干気になったことこですね僕,僕9んで見るんで1番5番のプレイヤーは発言してください。 はい、まあ、そうですね皆さん2番さん狼軸で考えていますが占いいいい師はは順番では考察したらいけないと思います。発言で決めた方がいいと思っててやっぱり「グレー考察」をしっかりしてる2番さんが僕は新軸で考えたかな。 で9番さんね、もう本当に占い師でなのにもかかわらず、もう2、3の発言ばっかり、もうグレー考察全くしてないから、うん、俺が今、一番しっくりきてるのは2番さん、新宿で考えた場合、9オオカミ、三強陣、で、3番さんはね、もう1周目から変わらず、僕はもう出現ばっかりだと思ってる、3番さん、新占いだったら思考録とかやめた方がいいと思うし、うん、今日も防御反応ばっかり、うん、ヘイト向けられたから57怪しいって、いや、僕、 2ともし LINE だとしたらガッチガチに繋がないでしょってところで皆さんね、えー、と8番さんに言いますけど2番新宿で考えた場合と言いましたが、えー、僕は2級どちらかが芯で3番さんの芯を切っているという発言だから僕は2級残して3から行きたいという発言をしましたうん、うん、どう考えても3番さん偽でしょ、うん、で強人が出るメリットはないとか言いますけど、えー、出るメリットがないこともないですようん なので僕は2番三振だと思うな、なんか発言的にも。で、今日9番さんを、そう、2番三振軸で考えた場合、9番さオオカミっていう線で,で、1番さんが9番さんに対してヘイトを向けていたところ、ラインをき切りにいっているオオカミにも見えてて、で6、級ラインを無理やり繋い切りに行ったところも、9番さオオカミを知っていて、6番さんにヘイトを分散させたいのかなと思ってて、もう俺は今あのとこ一番怪しいのは9、1ラインが濃厚かなと思ってます。で、そうやな、今日は絶対に3番さん釣りが村目線、安定だと思いますよ。 うん、絶対にせでしてどう考えてもグレー考察も57で思考ロックしてうん、もう3番さんだと思います以上投票を始めてください違う、私じゃありません何かの間違いですこれ3投票した方がいいかな3番のプレイヤーが選ばれました めっちゃ四占いたいじゃあいい <laughs> 新占い師じゃぞう、うんとね5番さんがねよはっきり言ってねまあこれが村だったらあれなんだけど四国さんだと思ってますようん別に2番さん9番さんで別に僕の新ー聞いてもらって構わらないんですけどなぜ2番さんを真と考えて9番さんオオカミで考えてるのか分からないしかも僕が占い師なのでその、うん、と考察は間違っている でしゃ、ちょっと喋りますけど、発言の有無って言ってますけど、正直人間ってミスしますよね、発言ぐらい。うん、人間ですもの。うん。そこをちょっと取っ手つけたような言い方で。で、2番さんに関してグレー考察しているから、俺は結構グレー考察してる方だと思ってますけどね、俺も。僕も。うーん、まあただ5番さんと2番さんのだったは、今日5番さんの発言でね、5番さんと2番さんの沈黙だった場合、5番さんと2番はすげえ固くなってるから、こう若干ないのかなと思った。うん、それよりも7だと思った。うん。 来た明日あたり2番さんを囲ってくると思いますよ。9番さんもそうだけど、俺目線どっちが巨人でどっちが人狼が分かってないけど、2番さん黒だと思ってるな。うん、9の感じはなんかあたふたした感じ、うん、なんかよく分かってない感じ。だから9は、えっ、ー、と、狼が分からない。いやーちょっとグレーに狼見えないな。うん、思考ロックだけはやめていただきたい。 で、正直、えっと、このまま占いローラーしていただければ、二陣が絶対ずれるので、皆さん、2番さん、9番さんの言ってることに合わさないでください。いいそして僕が新占い師です。そして僕が出現してしまったことが一番のミスリードだったのかな。うん。でも、出現って言ってもその2点だけですよね、正直言うと。正直、新規って欲しくなかったけどなぁ。うん。 まあ5番さん、ちゃんと考え直してくださいね。5番さんと2番さんだったら、確かに52ラインが強すぎて、なんか逆にないのかなと思っちゃったから、俺は7人で見てる。以上。裏の色ラーは続行してくれ、クミンども。以上だ。夜が来ました。目を閉じてください。占い師は目を開けてください。占い師は見る相手を選んでください。 ああ、ーめっちゃ4を占いたいけどねー。このままに4を占うのあんま良くないんだよなー。いや、4行くか。おれおれはいああ最悪だー <laughs> 嘘、どこ相方え、わかんないなー。マジか。

5番のプレイヤーはさい発言してください。はい、結果お願いします。え4白8白。8白、なるほど。ちょっと調整しますね、また。うーん、そうですね。1、2が。あ、申し訳ない。ちょっと待ってね。で、昨日僕がちょっとね、言うの忘れとったんですけど、<laughs> 9番さんが。 3番さんを、芯を取りに来た狼という発言が出たんですよ、9番さんからね。いや、3番さん狼だったら2番さんに囲われてるから出ないでしょっていう発言でも、9番さんの芯は切りたかったんですけど、9番さん芯も全然まだある場面だったので、僕は3番さん投票しました。で、うん、今日も占いロラなんですけど、やっぱり9番さん、えっとね、出現をしないのがやっぱり2番さんなんだよな、僕的に。なので2番さん、新宿、あ、4白か。うん。だってね、はあ、そっか。 1>, で1番さんが9位で取って、えー、8番も9位れ取るってことを考えるとえ9番さんの相方もしかしたら18じゃないのかな昨日死にそうな場面だったから占いロラされてしまったら終わるからって考えると9番さんの相方だったら67なのかなと思ってますで逆に2番さんがオオカミの場合は81なんかな81かなと思って8いや2番さん 1>, 1位、相方はないね。一位に囲われて、9位が1位に白出しで囲われて。やっぱ2番さんのシーンが一番しっくりくるな。うん。今日は僕、9番さん投票します。えー、とりあえず、ハンターなどは出なくてまだいいと思います。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。 <laughs> 聞こえますかなんで聞こえないのかなうんと、4番さんが身をどう見るかですよ、これは。3番さんが、4番さんに白を出していた、3番さんが死んで、うん、3番さんを死に見せたい髪にも見える、正直。3番さんを髪で。うん、って思っちゃう。とりあえず、占いローラーは、うん、続行したい。完遂したい、私は。判定進行したいです。もうハンターすらなかったっていうことで、もう、 確定で二人が居れてるから、占いに。うん。で、5番さんがな、なんで3番さんのシーン切れたのかが、私分かんなかったな。別に3番さんシーンも全然あるんだよね。うん。今日の4番さんが神があって、3番さん狼を産んだったら分かるけど、昨日の時点で、うーん。いや、確かに2番さんが占い師の中ではしっかり発言が、うん、なんだろう、理が通ってた。2番さんがね。うん。だけれども、別に私正直、 うん、昨日のき、私、9番さん新名で見てるっていう風に言ったけれども、あの後の9番さんの発言は、まあ、時間なかったのもあるかもしれないけど、あんまり死には見れなかった。だけれども、この紙は3番さんが、うん、人狼で本当の占い師に見せたいために4番さんを噛んだいう風にも見えるんだよね。わかんないけど。うん、占い師どっち行こうかな。うん、2番さん、やっぱり2番さんかな ?2 番さん行きたいです、私は。5番さんの思考は私、よくわからないわ。 一八で見るのかな六七は発言してください、はいおはようございます。えー、っと、そうですね。まあ、ララらラ関数はその、あ、いい,い,いと思うんです。てか、それで行きましょうって感じなんですけど、急にどちらかから釣るっていうのは私はもうどっちでもいいんですよね。結局釣れば二人から釣れるわけですし、うん。 ま、って考えると結構なんか2番さんの昨日の発言に結構説得を、説得しちゃ、納得か、納得しちゃったんで、うん、ま、9でいいのかなと思った面もありますけど、うん、ま、どっちでもいいですね。親方にいいますかって感じなんですけどね。で、5番さんの意見と私結構同じで、もうなんか言うことがなくなっちゃったんですよね。緊張って形に取られてしまうと思うんで。はい。なので。 まあ大体私だ、ね、けは5番さんと一緒でしたからって言って57ラインは未来が欲しいですね。8番のプレイヤーは発言してください。ういうはい、おはようございます。カメラお願いします。占い結果、把握です。まあ、29番さんは、まあ、占いの理由を知りたいですね。で、えー、グレーだと、正直、ここが一番黒い。うん、1867って言ってたんですけども、占いで3人出てるから、 これ、両方とも18人狼とか67人狼はないと思います。うん、だない。1> 1うん、で、えーまあ、7が5の意見に、えーまあ、よくわかると。うん うーん俺目線なんか6しか白いないんだよな、これ。これ小さくなりました。一、1>, <あ>1、1を9から白らされてるけども、まあ、囲いて線も、まあ、まだ考えてる。あ,あ、ごめん、これつけてなかった。うん、あ,あ、あ,あ、ちょっとね、いいごめんなさい、発言伸ばしづらいんですが、まあ、92のですね、意見聞いて、釣り位置決めたいと思います。9番んに回します。ああ9番のプレイヤーは発言してください。 はい、えー、恋ないんで、えー、早くて喋っていきたいと思います。昨日はちょっとグレ考察できませんでした。えっ、ー、と、5番さんにちょっと指摘されたように、私、そうですね、昨日あたふたしてました、うん。確かに3番さんが狼だったら2番さんに囲われてるから出てこないのが普通かなとは思ったので、2番さん狼の方が、 うん、かなり大きいのかなとは思いました。でも5番さんに指摘されて、私5番さんの意見かなり分かったので、5番さん村じゃないかなとは思って、今日は占いませんでした。で、イメージ的にその、なんだろう、昨日の発言で、えっ、ー、と、6番さんは印象良かったので、7番さん、8番さん、どっちか占おうと思って、えっ、ー、と、一番ちょっと8番さん印象なかった8番さん占って白でした。で、7番さんがちょっとさっきですね、ちょっと7号ラインって言ったんですけれども、うん 1>, 1人、絶対二3の中に多くは見るのに、7、5、ンはないと思うので、7番さん結構単体で黒く見ています、時間ない。えーと、あやこうな気がしてきたな一 1>, 1番のプレイヤーは発言してください。はい、えー、聞こえてますでしょうか。毎晩失礼いたしますはい、聞こえてますかね。 追加しますね。えー、私がちょっと思っているのは、LINE としては,はありがとうございます、えー。2番さんと5番さん、そして6番さんと9番さん,うん、がっつり、私はここが黒いと今のふうに思ってますね。2、5と、えー、6、9です、えー。理由といたしまして、5番さんに、まず5番さん、試行ロックなのは5番さんの方ではないでしょうかと。 えー、明確にですね、その2戦目の高い3番さんにんか誘導して、その9番さん、またその九番さん2戦目に見えてたのに、9番さん真もあり得るかもという、こういう発言が、ちょっと5番さん、うん、苦労なのかなというふうには思ってます。はい、次に6番さんですね。その6番さんも、六番さんね、昨日のの急に、うん、発言的に、僕はね、9番さん、うん、全然グレーの考察してないのにもかかわらず、ここ、芯で2番さん、 を切るっていうのがちょっと分からなかった。うん、なので私は25と69。昨日占い師さん、うん、見てますね。25と69。黒うん。で、9番さんと2番さん精査しても、9番さんの方が2戦目高いでしょう、うん。昨日の時点で、うんな。9番さん全然グレー交差しなかったですし、うん、占い師ばかりで。 なので私も牛番さん今日入れたいと思います。はい。以上です。2番のプレイヤーは我は選ばれし。えー、っとねいや、絶対4番さんだと思った。グレーの中に相方探したけどやっぱわかんないし。で、しかも、えっと、投票を見ながらちょっと聞いてほしいんですけど、投票ね、絶対狼3番さん入れてると思うんですよね。うん。 あオカ視点シン、うん、と強人それからえオカミ分かってるのでまあ、一番入れやすいのは強人なんですよね。っ、う、て、ん、なった時にシン、まあ、にもねちょっと入れづらいんじゃないかなってことで6番さんは除外したうんっていうところあとはまあ相方にわざわざ入れないだろうってこと18は除外っていうところでやっぱそれでも4番さんが黒かったんですよねでも違ったんですね。うん で、そうだなぁ。まあ、死んだ人の話、話してもしょうがないかもしれないですけど、あの、3番さんずっとね、なんか言いごね、失言だったかな、失言だったかなって言ってましたね。もう絶対これ偽ですよね。そんなこと言う時間があったらね、黒目あげろって話ですからね。あと、一番最初に、4番さん白って言ったらね、4番さん白くなってくれって最後言ってたんですよね。もうこれ偽ですよね。うん。まあ、いいや。で、 相方ね、5番さんの気がしてますね、めちゃくちゃ、うん。で、さっきの理論から言うとね、やっぱ3番さんに投票したいんですよね、狼的には。っていうところ、盤面が一番見えてるから黒いって言うとね、ちょっと5番さんからね、まあ、ただ言うのだけかもしれないんですけど、っていうところ、うん。で、6番さんに関しては投票もそうだし、あと、今日に至っても2番釣りたいって言ってた、7番さんに関しては57ラインって言ってた。 9番さんはね57ラインっていうのは不自然って言ってたけどこんな不自然な発言はねオカミはしないうん18は9投票でしょうってなるとやっぱ5番さんの気がするんだよなで私釣らなくてもなんか明日噛まれそうな気がするけど、まあ、9番さん釣りでお願いします投票を始めてください違う私じゃありません何かの間違いです 9番のプレイヤーが選ばれました。9番のプレイヤーは発言してください。そうですね。釣られちゃったか。うん。まあ私から言えるのは8番さん白、1番さん白ですで、2番さん、3番さん、うんやっぱりそうだな。 2番さんが狼で、5番さんが巨人で出てきた。で、グレーだけど、2番さんがもう5番さん、25、うん、3番さんもなんか2525って言ってて、私もなんか25じゃないかな。ライン見てたんですが、急に2番さんが5番さん切ってきたところ、私はさっきの発言とかで結構5番さん白く見てたんですが、25、うん、 5番さんにライン切りしてきたところが5番さん狼ありそうだなとは思ったうん7番さんも結構単体で黒いとは思うで6番さん村であってほしいあ,あと占いローラ絶対してください以上です5回1だと思うけどな占い師は5回1だとい。えーマジかー ただの有能な人だったえっ、ー、じゃあいつかなーマジかで野球困りそうな気がするけど。 えー、全然わかんない1かなーいやーわかんねえ朝が来ましたいい昨夜死んだのは六番マジか。 あ、ロックハンター打たなくていいですよ7番のプレイヤーは発言してくださいはいえっとじゃあ2番さん5四郎5四郎えってことはあれじゃんええー、まあーマジかフ <laughs> んまあでも2番さんが5を占った理由は、まあ昨日怪しんでたからっていると思うんだけど。えっ、ー、と、そうだな。1番さんは、あ、でもそうか、今日完成なのか完成だから2番さんずりでいいのか。じゃあグ、グレー、グレー交差していきます。えっ、ー、と、1番さんは結構発言が伸びている点もあって、えっ、ー、と、結構無駄目に見てますね。まあでも9は死んじゃないでしょう。きっと、多分 <laughs> えそうだな。8番さんでも特に色落ちしてなかったし、怪しい点ないんだけど。 でも私の考察で言ったら8番さんが黒なんだよな。あんまあ、いいや2番さん入れよう。うん、8番のプレイヤーは発言者い,いやかんだおはようございます。3日目ですね。お願いします。えー、占い結果把握です。まあそうですね。今日は占いローラーがツイですね。に釣りです、うん。で、その8日目、うん。これ、誰噛まれるかによるんですけれども、で、6がハンターでしょ。うん。 まあ、対につった後の、えー、157 15か1578を含めた、うん、残った人で考えた方がいいんじゃないかなと、まあ、もちろん15の、えー、この3日目の意見聞いて、まあ、僕,で僕なりの、えー、黒1あげたらいいなと思っております1番3に回します 1>, 1番のプレイヤーは発言してください わかんねえ。はいどうですか聞こえますかね。はいありがとうございます。ええー、昨日二番さんうん全然グレー交差しなかったんですよね。三番さんにばかり触れててうんで取ってつけたかのように五番さんライン切っててうん二号昨日臭いと思ったんですよね。うん、あーこれ一黒だな。昨日あ印象にない。 7, 8 7番さん特に78印象にないんですよね。私は5番さん。これ黒な1黒だ。黒、相方1として2番さん。5番さんの昨日の発言で、やっぱりなんかどこにオオカミいるのかうん、いろいろラインつないでて、どこに日狼オオカミいるんですかって思ってて、やっぱり5番さんが単体で黒いと私は思います。 で2番さんの昨日のあの5番さん怪しいからって,ってその後五5番占い布石のようにも感じるんですよねうん今日は2番さんに投票します7八はいや印象にないうんいや5番さん黒だと思うんだけどなはい以上です 2>, 2番のプレイヤーは 一番さんめっちゃ黒、あ、我は選ばれし闇の占い師になるえー、一番さんめっちゃ黒くなりましたね。昨日ね、投票変えたんですよね、一番さん。え、変えってないのか ?2 号って言ってたかな変えたイメージがあった。うん。一番さんね、私グレーの話ばっかりしてたでしょ、昨日。めちゃくちゃ偽に見せた狼にしか見えなかったな。 うち、ん、分けわかってるからこそ5番さんは黒塗りしたのかなって感じ。いやもうこれ1番さんだなら絶対1番だと思う。うん。かな、7番さんちって考えられない。うーんー、で、は、9が狼で8番さんは囲いに行くとも考えづらいんだよなうん。いや8番さんは3番さん釣りたくないって発言もしてたし、絶対1だと思う。いや、絶対5だと思ってた。本当に申し訳ないけど、これ絶対1だね。 今日決めてもらって118ローラーもしたいんだよなぁ5番のプレイヤーは発言してください をどうとこですよね昨日6番さんは2番さんに投票している、で、この髪を見たら1番さんが、1番さんの漂白髪にも見えてて、で今日8番さんが、明日1号の精査をしますという発言、7番さんがオオカミの可能性を負っていないところ、もしかしたら8番さんが7番さん噛んでから、1号どっちかで悩むみたいな発言にも見えてて、で7番さんも今日2番さんに、5四郎 ?5 四郎みたいな。 いやおかしいでしょ、ご苦労でしょみたいな発言にもかかわらず、八だな、私の理論ではみたいな発言がもう全員黒く見えてて、もう分からん、<laughs> ほんまにってところなんですけど、でもやっぱりね、俺は本当に1番さんが黒いと思ってて、本当に。昨日、ね、9番さん、どう考えても偽でしょ。 で2番入れとるやないかってなってうん俺に黒塗りしてきとるし俺もうほんまに25ラインマジでないから俺全然1番さんいけるんだけどほんとに。で俺のことほんとにしろって思ってくれとる人7番さん俺のことしろって思ってくれてるでしょ。 で考えたら一番さんいかないってところですよ。で、二番さんも一番さんいけるから、で僕もちょっと一番さんが臭すぎる発言的にも。で、もう八番さんも今日の発言ちょっと臭かったんだけど、相対的に考えるとやっぱ91ラインが一番濃厚かなって僕の中で思ってて、紙考察でいくとやっぱり一番さんが黒いかなと思ってます。なので僕は一番さん入れたいと思います。占いローラー完成しても、うん、僕は芯決め打ったので、もう番さんに。はい、以上。

1番行こうぜちょっとう、えーん、1かな。結局、あの、私、触れたんですけど、1番さんはね、6番さんに対してハンタースライド発言、ハンタースライドなんであることしてたの盤面見えてるじゃん。6級ラインって言ってたんですよね。で、それから5番さんがさっきしてた、指摘してた通り、やっぱり変えましたよね。9にせって言っといて、投票でに級に来ましたよね。そっからやっぱ、 うんやっぱ1番3じゃないからうわ7はねうんないと思うなやっぱ5白郎5って言った反応的にもねうんないと思う1か8うん1だと思うけど、ね、うわ心折らせたかったですけどね1だと思う1一、1 1一だね1だと思います以上夜が来ました目を閉じてください 誰がるんだろうこういうグッチョも来たら面白いですけどねあ占い先悪かったですね絶対4号来るだと思ったんだけどね カレーがありそうですね。強 <laughs> じじゃないと占い終わり。ああ、素晴らしい。これは素晴らしいグッズブ。最高なグッズブだ。1番のプレイヤーは発言してください。 はい、ええー、おはようございます。グッチョブですかね。よろしくお願いします。ああ私ね、もう、本当に、5番さん、気の臭いでしょ。ううん。うん、んなんだ、でもう、あんな早い段階で、2番さん決め打ってって。うん。でも、明らかに、でも、こんな投票、うん、露骨すぎますよね。露骨すぎるんだよな。 それ七白で見るのが私分かんない。5番さん占いか5番だと思う。まあ全然印象になくて、ここ、狼が一番怖いでしょう。うーん。うーん。噛まなかった。もう噛まないって選択肢あ<ー>本当にいい。ゲーム性崩壊すると思うけどね。この段階で。<laughs> 5番のプレイヤーは発言してください。チャンネル登録ありがとうございます、はいはい、まずカリエドさん、チャットで出てください。 はい今すぐ出てください狩人さんゴマモリだと思うけどな出ないですよねええ八幡さん狩人ですかはえ狩、ー、人ならはいって言ってくださいゴマモリーいやマジかよ分からんね俺これねマジでね要はある場面で、えー、7は八のこと黒く見てて五は一のこと黒く見ててってなった場合えー、僕を噛んでめ 得するの誰かなと思ったんですけど噛まないという選択肢もあるんよねああこれねあーマジでわからんほんとにわからんで7番さんね正直ね俺ね単体では黒く見えてないから俺ね何で黒く見えてないかというと女の子だからなんか声かわいかったら俺もう白なんじゃないのかなとか思っててああ <laughs> で番さん目線僕オーカーみたいにないで一グっでも1グッ七なんですけどやっぱ1かなって思いますえー、でも1番は分かって,ていやーもう八番さんがこれねかまないとか選択してたら俺殴りてわあえわ、ー、だって5グッブって分かったて,て、五5って言ったってことになりますよね待ってなまあ狩人の可能性があるのはえー、と、4か6なんで、えー、まあ八番さんの狩人を信じて5噛まない、ね、まあ1番さんかなと思うんだけどなうん <laughs> いやー難しいな、これ、噛まないとか、まって、八番さん、僕のご意見しっかり言ってください。僕は昨日明らかに、平イト買う、1番さん投票なので、ロラ冠水せずに、噛まれないと思うんですけどね、普通に考えたら、うん、1番さんだと思うけどな、まあ、7番さんの発言で、ちょっと可愛くなかったら、7番さんにも入れると考えますが、単体で白いんよな、とりあえず、回します。俺7なのか7番のプレイヤーは、発言してください。 はいおはようございます。えっと5番さん、えっと6番さんはハンターでしたよだから、えっと、4番さんがハンターで1がオオカミでかまなかった8が5番守りか。えっと、もう5番さんは私白で見てるんですよ、ね。いい 2>, 2番さんが1オオカミか。私の中では白なんですけどね。えー、っとで、ね、そうですね、メタ考察になるんですけど8番さん、はい、結構真なのかなと思っちゃいますね。なんかめマジメタですみませんなんですけど。 なんか、一番がわざと噛んでないっていう線を私は置いたいです。えっ、ー、と、だから、一番でいいんじゃないかなと思ってるんだけどな。うん。どっちか。わざと噛んでない人もいたから、わざと噛んでない,かなって思い、ね。噛まないって選択肢や。八、うん、番にヘッド向けようとしてるのかもしれないし、八番が狼かもしれないけど、一番さんにいるようかなって思ってる。八番。のプレイヤーは。 発おはようございます。あらかじめ追加します。えー、ちょミスリードだったらすみません。うん、昨日5番さん守った理由、これちゃんとあります。えー、あのこの1、8、7、5の中で一番発言をしているのは5番さんなんですよ。うん、で5が1番に平等を向けている、うんでえー。おそらく1が人狼だった場合、5を噛みに来て、7、8の信用勝負って形になると思いますで、えー。ここでもし5じゃなく、他の人噛まれた場合、俺は5番さん 投票所かなと思ったんですけども、まあこれ、守,守れたっていう体で、えー、5番さん守れました。で、そうなった場合、えー、っと2が真なんですよね。で、えー、5が白。うん、で、まあ9が1に囲われている、もしくは7が単体で黒いで。どっちかなんですけども、あの1日目の占い師3人出てる状況で、お正直、囲われてる線の方が濃厚だと思っています。なので、えー、9、一で、九、えーまあまあ、が人狼か、 強人かわかんないですけども、まあ、1が囲われてたっていうふうに僕は考えます。うん、で、えっ、ー、と、正直、初日からずっと僕は多分色落ちしなかったと思うんですけども、まあ、それはカリドだからであって、あんまりこう、強い発言とかするとつられちゃうし、うん、弱い発言だと、それはそれで、えー、とつられちゃうしところで、ちょっと微妙なラインのところを取ってました。うん。ということで、えっ、ー、と、僕は1番さんに行きたいと思っておりますが、えー この考えであっていてほしいです以上です投票を始めてください一番のプレイヤーが選ばれましたゲーム終了村人の勝ちです いや、ご番さん上手でしたね。まあでも、どっちみち1位は占えなかったから。まあ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 。4号占いでよかったんじゃないですかね。ふっ。闇の決闘なり。ポンコツでしたね。まあ、見応えある試合でしたけど。 よく囲いましたね初日からね。